ポンは米粉が一番有名です。確かにわ、お腹すいたわ。けれども、今日は私が紹介したいのは新竹にある超ローカルの朝ごはん屋さん。お、どんな特色があるの？アマーズウェイト、絶対美味しいわそれ。このお店の名前はアポーザオタンメン店。わあ、ばあちゃんが作ってた台湾の伝統な麺です。ここはちょうど 新竹高中の近くにあります。ということはもしや学生は。噂によると高校生たちはいつもこの店の麺を食べてるみたいな。幸せだな。今日の客は台湾の超ローカル朝ごはん屋さんを紹介したいと思います。わあ、超期待しちゃう。 甘いウェイター。じゃあ早速ですから、あの店に入りましょう。はい、もう外も中もめちゃくちゃ混んでる。しかも今メニューを見たんですけど、めっちゃ麺の種類多い。しかもなんか超美味しそう。超美味しそう。 わあ、難しいね。しかもね、さっき言ってたね、新竹といたら2分もあります。4種類の麺があって選べるの。ちょっと考えてみようかな。どうしたの？ 2日間ぐらいだよね。びっくりする。しかも2本入ってる。すっごいね。しかもこれ安い、38元だよね。もう安すぎてなんかびっくり。しかもさ、たまにアーマーが来たりするの、めっちゃなんか雰囲気があってすごい嬉しい。それではいただきます。<笑> 学生にとって超最高。私学生の時本当に食べてたの。朝からピザとか食べてたの。満足できるね。なんか初めての食感。ヨーティアオとダンビンは一緒に頼んだことあるけど、一緒に食べたことなかったから、これ超コスパいい。こんなでかいヨーティアオとダンビンの組み合わせ、ちょっとびっくり。あ、まだ。<笑>いただきます。 なんか結構不思議な食感。ダンピンの外のこの皮がもちもちしてて、でもさらにこのダンピンがネギが入ってるからめっちゃ合う。合うけど、でもでかすぎて、もう結構時間かかるね、食べるの。うん。 牛肉麺来ました。でも牛肉麺でも初めてビーフンを使ってる牛肉麺。朝から牛肉麺幸せ。やばい、美味しすぎる。めちゃくちゃ美味しい。このスープがもう激うま。 牛肉のエキスが本当にもう何時間煮込んだんだっていうくらい塩を染めてて、塩加減もすごい。あとは高菜が上に乗ってるんですけど、その高菜がアクセントになってちょっとパンチの効いた牛肉麺。ちなみに日本も米粉があるでしょ。日本の米粉はどういう食感ですか？なんかこっちの方がお米の味がする。心なしかちょっと甘さがある台湾のお米本来の。 これは70元のクオリティじゃないです。本当に美味しい。しかも小さいサイズでもめちゃくちゃ米粉がすごい中にあるから超食べ応え抜群。でも日本人の方もすごい好きな味だと思います。ちょっとスパイスが効いた牛肉麺、ぜひ食べてみてください。
さんだけど、ロウザオファンもあります。そぼろご飯見て、これ S サイズですよ。30元、めっちゃ安いね。そう、めっちゃ安いね、お得。いただきます。アマードウェイカー、本当、うちのばあちゃん作ったそぼろご飯の味は同じです。これは本当にザ・台湾の味だ。前回パルティのロローファンを紹介したね。でそのそぼろご飯はすごいしょぱくで甘かったでしょ、うん、でもこちらの方がなんかもっと優しい味、超おいしい。でも唯一の欠点はこれ多分あの甘のあるあるかな。甘のご飯はいつも水入れすぎ。聞いたことある。でもこれは甘の特徴ですよ。そう、これも含めて美味しいから。そうそうそう。ぜひ台湾に来たら甘のローザオさん食べてみてください。この店の定番メニューが来ました。これは青そう麺、ワンタンの一つ種類ね。麺と一緒に食べてるんだ。みんな結構頼んでるね、これ。そう、これは定番。しかもね、超超超安い。もういくら？これは50元。安っ、本当に安い。ちょっと一緒に食べてみよう。まずは炒そう、ワンタン。いただきます。超好きよ。皮が超柔らかい。うん、なんだね。だけど中のお肉がボリュームがあってさ、うん、ニンニクの香りもすごい効いてるね。そうそうそう。じゃあ麺もいただきます。うわ、おいしい。結構辛いよね。うんうんうん。でもおいしい辛さ、人気の理由がわかる。このクオリティで50元は本当に安すぎ。台北だったら考えられない。わー、食べたと高いね。ねえ。うわ、ここ家の近くにあったのどんだけ幸せ。そうだよね。ちなみに今日どっちの方が一番美味しい？全部美味しかった。本当に全部美味しかった。もうミーフンのニョロミン、本当にびっくりした。あ、なるほど。私はロウザオファンかな。うちのばあちゃん作ったロウザオファンと同じだから。じゃあ思い出の味なんだね。思い出の味。わ、待って、本当にクオリティ高すぎて一番が選べない。全部美味しい。そうだね。結構多いから、そうしよう。じゃあいっぱい食べよう。食べたね。今まあ超眠い。わかる。なんか量思ってた以上に多かった。なんか麺とかもさ、食べても食べてもずっといっぱいあって。そう。コスパ良すぎ。どう？台湾人からしたらここのお店。なんか本当におばあちゃんの味してる。懐かしい感じ。懐かしい感じ。だからもし台湾の甘の味気になる方は超おすすめ。私でも甘の味を感じました。そうだよね、しかも安い。本当だね、最高でした。最高。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。しおるちゃん、バイバイ。この動画が好きなら高評価してグッドボタンを押してください。それから私たちのツイッターもフォローしてお願いします。ありがとうございます。